はい、こんばんは、山城と申しますが、今回何をやろうかというとですね、まあ、袋麺シリーズでございまして、インスタント袋麺ね、徹底調査ということでね、今回ね、ご紹介するのはね、こちらですね、赤木さんですね。赤木の醤油ラーメンということですね。ポークとチキンの旨味の効いたスープってなってますね。これは気になるじゃないですか。これ、もういわゆる、ちょっとお安いやつでございますよね。買った時は、5袋入りで198円税別だったかな。ということで、まあまあまあ、やっぱりね、今のご時世でもね、この200円切ってくるお値段でね、出していただくありがたい話でございます。でね、前回あれ143円のやつね、食べてね、やりましたけどね。じゃあ今回のやつはね、どういう違いがあるのかね。まあ実際にちょっとね、今までね、ここでガーッとね、喋ってね、徹底的にデータとかをね、見せてからね、さあ作りましょうってやってましたけどね。まあまあ、いい加減ね、めんどくさいと思いますんで、実際に食べながらね、ちょっとデータのね、やつをね、ブラブラと喋りながらね、やると思いますんでね。今日はね、早速作ってこうと思いますよ。一応ね、銘柄聞いておきましょう。大黒食品株式、大黒食品工業株式会社さんですからね。ではね、早速作っていきたいと思いますよ。おう！さあ、いつものことをやってきましたから、ライト。さてね、じゃあね、今日ね、作っていこうと思いますけどね。まあ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 、いつものことってね。もうね、基本ルールは、どうしよう、概要欄に貼っとこうかな。ね。まあ、第1回の動画を見ていただくのが一番いいですからね。あれ、のところに、詳しい、ルールのところが書いてありますけど。今回はね、450ml ね。ね、400ml。確認、よし、ね。メモリ確認、よし、ということでね。450ml で、早速ね、作っていこうと思いますよ。よいしょ。じゃあね、お湯を沸かしとる間に、いつものごとくね、作り方をね、改めて、この、赤木さんのね、作り方を、確認してみましょうということですね。おさらいしておきます。まず一つ目ね、今も言いました。1、450ml の十分沸騰したお湯に麺を入れますということなんで、これは沸かした状態で450だったかな。あ、しまったな。うん。ただね、うち、今ちょっとポットがないんでね、よいしょ。まあ、このまま作っていきます。で、麺を入れます。で、3分間煮ます。で、麺の煮込み時間はお好みより加減くださいってなってますけどね。3分間煮るってなってるんですね。これもね、なかなか面白いってことなんで、これは特にほぐすってのは書いてないですね。で、麺が勝手にほぐれますから、ほぐれたら火を止めて、粉末スープを加えて、混ぜ合わせるということですね。で、器に移して出来上がりですよと。で、なお、お好みで、チャーシュー、麺、まあ、野菜と加えると、美味しく召し上がりますよということなんですけど、今回はね、公平を期すために、具材は入れませんよというルールで今やってますんで、これで、ね、酢の、味をね、楽しんでいこうと思いますよ。まあまあ、これはこれでね、ルールを作った当初はね、あれだったんですけどね、ずっとね、野菜を入れてないでね、野菜がね、なかなか、ね、消費がね、進まないくて困ってるんですけど、ね、まあ大体この後にもう一食ね、作るんで、一袋だとね、足りませんから、もう一袋作った時に、野菜入れてね、やったりとか、そういうような形でやっておりますけどね、実はね、こっそり。で、あとはあれですね、この手のやつでね、よく今ね、字幕がね、今は入れてあると思うんですけど、あれなんですね、やっぱ字幕はいるよっていう意見が、結構やっぱ周りでも多いんですよね。で、あ、そうなんかなと思ってね、改めて見てみたら、私の見る動画ってあんまり字幕が入ってる動画少ないんですよね。まあ、スーツさんなんかね、本当に全然字幕入らないしっていうと、ああ、意外と枠早いな。450ml で早いな。あと、そうね、海外ね、アメリカの、動画って、こういう個人で撮っているような動画ではなくてもね、英語の、いわゆるテレビ番組みたいな感じでやっとるやつでも、本当にテロップが少ないよね。それはね、最近気づきました。だから、私が見るやつって、ほんまにね、そのね、それはヒカキンさんとかね、見るときはね、それはもちろん出てますから、あれなんですけど、あとは、エガちゃんとかね、あなたにはね、タカチャンネルさんとかね、あなたには全部ね、ついてますけど、いやいやいや、ということで、あ、やっぱり湧いてる。中身のチェックしてなかったまだ、早いな。やっぱ、枠のが、
で、中身はね、シンプルね、袋に、スープがこんな感じで、特に粉末スープっていうのは取るだけでね、シンプルなデザインで、さあもう沸いちゃってるんで早速入れましょう。よいしょ、よいしょ、今日は綺麗に破れた。赤木さん綺麗に破れたな。で、ここから3分間ね、はい、スタート。はい、よし。そしたね。で、スープは、こっちね、鍋に入れる派ね。そう。器に入れる派と鍋に入れる派とかありましたからね。で、器もね、準備しておきましょう。で、今回も、もうおなじみにないつつあります。タッパー取ってた。これね、王将さんの、丼で、条件を揃えた状態でね、色合い等の確認もしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。で、あと、光に関してはね、公平を期すためにね、暗くなって、うちの蛍光灯を使う状態の、光源の光量で、場所も一緒のところで、基本的には角度も同じ位置から取ることによって、そういったね、光の条件ね、光量条件、の方は、統一するような形で、少しでもね、構成を競うというような形でやっていきますよと。いうことで、あと1分59秒ね。これでも、やっぱし、私もうすでにこれぐらいでも食べてるな。やっぱ普段早いんだな。だからこの3分間別に喋ってなくてもいいって言っとるのにね、で、そう、何の話するって言うんで、もう話する気満々で言ってますけど、で、そう、字幕はね、それはね、あ、そっかってね、思うところがあったわけでございますね。でね、いざね、パワーディレクターでね、その手のやつやろうと思って、ね、まあまあ大変でね、そう、でね、字幕もね、そう、まあまあね、手間がかかる、正直ね。それで字幕を入れたことあるんですけど、やっぱしね、4倍から5倍くらい時間がかかるんですよね。うん。まあ私がタイピングが下手っていうのもあるかもしれませんけど、かかるなっていうのがありますんで、基本的にそう、私がそこまで字幕にこだわりがなかったからなっていうのもあるんですけどね。で、今後はまあ余裕があればね、入れていきたいところではあるんですけど、やっぱそういうのはね、声はありますんでね、ただね、本当にね、入れると週1更新しか難しいかもなっていうぐらい時間が取られちゃいますんでね、それはね、どうしようかなっていうところは今考えどころ。あとはね、ちょっと今ね、パワーディレクター私使ってるんですけどね、これパワーディレクターユーザーがここにどれぐらいたどり着いとるかなんですけど、あれ画像の拡大縮小とかがすっごくやりにくくなったんですよね、今度のあのアップデートで。今までは四隅に寄せることができたんですけど、ワイプでこう四隅にギュッてね、寄せることができたんですけど、真ん中にしか寄れなくなったんですよ、文字の拡大縮小も。だから、起点を揃えてでき、拡大縮小ってことができなくなったんで、4分の1の画面にね、こう収めてとかそういうのがね、全然できなくなっちゃったんですよね。あれね、困ったなーって話をしとったら、2、1、はい、さあ、もうこれ絶対十分。ね、十分なところで、火を止めてから、麺がこれだ、火を止め、焦げてるかな、もう十分焦げてますわ。で、粉末で、を加えるね、ここで加える、はい、加える。はい、加えた。で、これはかき混ぜてください。かき混ぜてください。本当に3分いるのかな、もうなんか麺伸びとるような感じな気がしますけどね。で、器に移して出来上がりと、はい、出来上がりとね、いいじゃん、チャオツーってことでね。さあ、今日もね、いい感じで出来上がりましたんでね、早速食べていきたいと思います。はい、ということでね、いつもの席にやってまいりましたけどね、まあ早速食べていこうと思います。ちょっとね、時間が経っちゃったのよね。カメラがね、なんかね、急にピントが悪くなっちゃってね、ぼわーっとぼやけちゃったので、どうしようと思って、まあ再起動したら良くなったんでね、ちょっと時間がかかっちゃったな。で、どっかの感じかな。もうね、こういう時にね、もう世界出ちゃいますからね、なんか、スープの火とか、まあ、なんだろう、沸かしてから時間かかっとったからかな、なんかちょっと、麺の比率が高いような気がしますけど、一緒なんで、はずなんですけどね。量とかはね、この後食べながらね、解説していこうと思いますからね、とりあえず食べていこうと思いますよ。ね、いただきます。
うん、もちもちした感じですね。うん、で、やっぱし柔らかいな。やっぱ私、硬いのが好きなんだろうな。めちゃくちゃ柔らかい。うん、おいしい。で、確か、赤木さんはなんか、麺の塩分が特徴あったんですよね。前回ね、この辺りは全部データをね、徹底検証したうちのやつなんで、赤木さんは、塩比率が 92% が 1g、麺量は 75g やから、懐かしのラーメンよりも少ない。僕らも少ないんだ。ね。麺比率はただ、スープも少なめになってるっていうことね。で、塩分が、そう、5.1g ね、あって、麺が 1.5g なのよね。これが、懐かしの醤油ラーメンで 5.5g に対して、麺は 0.4g なんで、麺の塩分が非常に高くなってるっていう計算なんですよね。そうそうそう。その分、スープはめちゃくちゃ塩分控えめ。この 3.6g っていうのは、ベラボンに少ないんですよね。糸麺のちゃんぽん麺が 3.6 とかなんで、あとはね、醤油ラーメンは基本的に塩分入りますからね。3.6 いってるのって他にあるのかな。出前一丁とかちょっと大きい分ね、その分塩分も入るはずなんですけど、5.9g で、うちスープが 4.1g ってことだから、うん。そう、麺の、1.8g ですからね。そう考えると、赤木さんは麺の、ほんと、塩分含有量は、なかなかダントツで高いということでね。トータルだと、だからそこまで数字が変わりませんけど、言われてみると、麺の味が、確かに、しっかり感じる気がしますね。麺の量が 10g 以上ね、多い。出前一丁とかよりも、全然、ダントツで多いですもんね。麺の、逆に、含有量が一番、少なかったのは、そう、だから、この前の懐かしのラーメンね。0.4g ですから、ドーン全然違いますよね。0.4g に対して、こっちは 1.5g ですもんね。1.5 ってことは、違うか。1.5 ってことは、出前一丁の方が高いか。うん。すいません、失礼しました。うん。出前一丁の方が高いな。うん。それはさすがにそうですよね。うん。言っとる間にどんどん伸びていくわ、これ。もう取れないあ、でも細かいネギはこっちも入ってるな。本当に朝付きを細かくしましたって感じのね、やつですけど、入ってるのは入ってますね。それでこの塩分量のスープってのはすごいな。ああ、だからスープ罪悪感が飲めますね。というか飲みやすい気がする。うん。なるほど。ということでね、まあ食べてみました。感想としまして。確かにスープが一番まろやかだった気がしますね。そう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 。ガツンってくる感じはね、あれですけど、ただ麺でね、塩分がね、しっかり取れますんでね。うん。どっちかというと、これから暑い、汗をかく時期とかね、いいかもしれませんね。こういう感じの味付けは、またこれからこれでいいのかなというような、感じがしましたね。まあ、要はやっぱし、うん、一袋だと、ちょっと物足りない感は出ちゃいますけど、普通に考えたら、10食分買ったって普通にね、ラーメン、外でね、一杯食べに行くのよりも安いわけですから、ね、2、4、6やろ ?3 杯から4、3、3、4、ケース買えるでしょ ?3 袋か4袋買えるでしょ、うん、ってことは20食分ぐらいですかね。20分の1ぐらいですからね。そう考えたら、ね、やっぱしね、庶民の味方ですよね。ね、一般的なラーメンね、1000円近く今ありましたらね、本当に結構もう小麦の高騰とかが高値上げ。結構冗談抜きで、ね、700、800円はね、もう確実にしてきますからね。ね、ちょっとセットとかにしたらもう1000円やっぱ超えてきますからね。そう考えると、やっぱし、庶民の味方、ね、198円を守ってくれてますからね。いや、ありがたい話でございます。ということで、今回はね、大黒食品、大黒食品工業株式会社さんの赤木醤油味についてね、いただきました。ごちそうさまでした。ということで、この動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。